山田参考人にお願いをいたします。専修大学の山田健太です。言論法、情報法制を専門とする立場から、お手元資料に沿いましてお話をさせていただきたいと存じます。当該デジタル関連法案は、議事にかかっております5つの法案以外にも、総務委員会で審議予定の地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案も極めて密接な関係を持っておりまして、同じ課題を含んでいると考えております。したがって本日の説明の中にも一部含まれる場合があることに、あらかじめご了解いただければと存じます。1枚目の紙に移ります。デジタル社会が目指す方向性というタイトルのコマでありますが、最初に示しましたこの駒はですね、今回の法案の前提となります確認事項でありまして、関係閣僚会議でも了解されているものと理解しております。実際自由の基本原則とデジタル化社会形成の大方針という形で、人間中心のデジタル化、誰一人取り残さない人に優しいデジタル化を目指すというふうに謳われております。非常に素晴らしい内容でして、このゴールに目指して、そして進むべき過程についての説明もなされております。この大原則が守られて法整備が進むことを願っております。でそして、この全部で10あるうちの冒頭の3つがここに示されているオープン、透明、そして公平、倫理、安全、安心です。まさに原則の中の原則とも言うべきこの3つが冒頭に書かれているわけであります。ではこの原則がこの法案でですね、今回審議されている法案できちんと守られ具現化しているか、それが今日の意見陳述のテーマでございます。ご説明の機会をいただきましたことを改めて感謝いたしますとともに、この法案の審議にお役立ちいただけることを願っております。1つ目のオープン透明性ですが、具体的には利用者への説明責任を果たすというふうに書かれております。次のコマですが、情報公開、行政の見える化のことであります。現実、内実としましては、公文書の作成、保管、政府の説明責任義務、知る権利の実効的制度としての情報開示というものが、この情報公開の中身であることは言うまでもありませんが、現実には大変残念ながら、公文書の改ざん、隠蔽、廃棄や作成義務違反の状態が、今回のコロナの専門家会議の中でも見られております。あるいは特定秘密等のブラックボックスの拡大もあるというふうに指摘がされております。で実際ですね、この情報公開の制度につきましては、私自身、学生時代から40年かかって、この制度を、いわゆる生み、守り、育ててきたというふうに強い思いを持っております。市民の手で作り上げてきた極めて貴重な法制度であります。デジタル化によって、壊れてしまったら大変困る、日本の民主主義にとっての大切な宝でもあります。それを考えた場合ですね、例えば今皆さんがコロナ対策の中で韓国や台湾をモデルとして考えていらっしゃいますけれども、その感染者情報などでもですね、その前提は行政の徹底した、いわゆる開示、情報開示、行政情報の開示、そして自己情報へのアクセス権であります。それによって政府の信頼性を高め、でその上でさまざまな施策を打っているわけでありまして、まさにこの情報公開というものをですね、この個人情報のさまざまな法案リストにあたってはまず前提にすべきだということを改めて確認をさせていただくとともにですね、この自己情報のアクセス権について次にお話をいたします。次のコマでありますが、2つ目の公平倫理のところにはですね、個人が自分の情報を主体的にコントロールすることというふうにあります。これはまさに自己情報コントロール権、権利の拡張であります。実際データ主体の権利保護、これはもう国際標準でありますし、今言ったこの自己情報コントロール権は今日のプライバシー権の中核でもあります。あるいはマイナポータルの最初の大文句も権利の拡充ということが謳われておりました。しかし実際はですね、なかなかそうなっていないのではないかということであります。実際この今回の法案を見ますと、本人同意なしに第三者提供された目的外使用される可能性がですね、あったり、あるいは匿名、加盟、加工情報によるですね、適用外扱いがですね、拡大する可能性が含まれております。まさに、この法構造自体がですね、保護よりも利用が優先されているという日本の特徴をですね、表すものになっています。どういうことかと言いますと、もともと日本の個人情報の保護の守り方というのは、いわゆる情報を持っている組織や団体や企業を縛って個人情報を守るという仕組みであります。一方で個人の権利の保護については不十分だというそういう仕組みなんです。もともとそういう仕組みです。で今回の場合、この縛りを緩めるというのが法案の中身です。であるならばバランスを取るために当然ながら個人の権利を強化する必要があります。それによってバランスを取るわけです。でこの個人の権利の強化というのは、まさにこの自己情報コントロール権をきちんと明文化していく、法制化していくという話であります。
3つ目に入ります。3つ目は安全安心で、ここには個人情報保護でデジタル利用の不安低減とあります。まあ、この安心安全いろいろありますけれども、一番大きなポイントは情報漏洩の防止かと思います。一般的な漏洩の原因は、その次のコマ見ていただくと分かりますように、まあ、ヒューマンエラー、システムの欠陥、ハッキング等々があろうかと思います。で、その一般的な対策としましては、分散管理、そして保護義務の徹底、取扱者の限定などが、まあ、行われているわけです。じゃあ、今回の法案はどうなっているかといいますと、まさにこの分散管理を集中管理の方向により強めるというものであります。あるいは、非常に大きな集中管理のシステムを、さらにより大きくしていく、より大きくなればどう何が起きるかといいますと、結局はですね、業務が増えて、採択がどん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 増えていくということであります。皆さんすでにご存じかと思いますが、例えば地方自治体のこの、マイナンバー関連の業務はですね、今現在5時下請けなんですね。で、そういう4時5時の下請けがですね、さらに5時下請け、6時下請け、7時下請けと増えていく可能性をこの法案ははらんでおります。当然それは漏洩の危険が増大するということであります。そのですね、この保護義務の徹底をどうしてやっていくのかということが非常に大きなポイントかと思います。まとめます。で、法案が有する3つの懸念点としましては、まず1つ目は前提となる情報公開制度の不備、そのためには監視制度をきちんとより強化していくということで、これはすでにお三方の方からの意見陳述の中にもありました。2つ目には本人同意なき利活用というものを、きちんと止めていくと。で、そのための一つの方策としては、権利を縮減するんじゃなくて拡大していく。そのためには自己情報コントロール権をきちんと明示するなど、同意原則の明確化と本人情報の追跡の徹底というものが図られる法内容にしていくということであります。そして3つ目は試験管理の危険性についてどう歯止めをかけるか、下請け構造による漏洩危険性の拡大にどう歯止めをかけるかということが重要かと思っております。ではですね、少し話を変えまして、この今度はマイナンバーカードの搭載情報についてお話をしておきたいと思います。少し先にですね、この個人情報プライバシーの概念図というですね、少し見づらい図示したものがあるかと思います。これ何かと申しますと、まあ、おおよそ日本における個人情報を4類型にしたものであります。左上のセンシティブ情報と書いておりますのは、まさに憲法が収集自体を絶対禁止している、まあ、思想心情の問題等々の個人情報、ここではセンシティブ情報とも呼んで書いておりますけれども、これがあります。それから2コマ目すぐ右側のここでいうプライバシー情報というのは、原則非というふうに考えております。まさに自分と当事者の相手方しか持っていない情報であります。もちろん国が持っているものというのは、税務情報等々がありますし、病院での医療情報、あるいは学校との間の教育情報などがこれに当たるわけであります。そしてその下にってパーソナル情報、個人識別情報とありますが、これは、まあ、もちろん個人情報ではあるんですけれども、完全に一対一で持っているものじゃなくてですね、もう少し幅広にも、みんなが知っているもの、例えば名前だったり住所であったり、最近だと LINE のアドレスもそうかもしれません。そういうものが3つ目のものです。そして最後はパブリック情報、個人情報だけども法律などによって公開が義務付けられているもの、例えば皆さん方、政治家の、資産公開などがそれに当たります。ではマイナンバーは、あれマイナンバーカードの搭載情報はどれに当たるのかということであります。で、実際ですね、まず丸3にあたるですね、パーソナル情報、この個人識別情報についてはマイナンバーカードの搭載が最初から予定されておりました。で、あるいは丸2のプライバシー情報、原則非の情報につきましても一定程度、限定的にマイナンバーカードに搭載ということが最初から予定はされておりました。しかしそれは限定的でした。しかしですね、今回この法案何が変わるのかといいますと、2つの大きなポイントがあります。1つはこの丸3のパーソナル情報について、今まで、まあ搭載は認めてきたんだけども、それが義務化ではなかったんですね。それが今回の法案によって一気に義務化に進んでしまっているということの問題性、それから丸2のプライバシー情報についてはこれまではほんの一部だったのがですね、それがもう全面的にこれをマイナンバーカードに搭載するという形になっているというこの問題性で、さらにはですね、このプライバシー情報にはおおよそ2種類あって、いわゆる機微情報、要配慮情報と言われるような医療情報等々があるわけですけれども、これについてもですね、基本的にはマイナンバーカードの制度に躊躇があったんですね。
それも今すでにこの3月に向けてですね、マイナンバーカードに搭載するという話で進んでますけれども、さらにそれにプラスして今、認証のために生体情報まで入れようと出して進んでます。この生体情報やセンシティブ情報というのはまさにこの一番マルチの方にごくごく近いもの、完全に憲法で禁止とは言ってませんけれども、非常にこのマルチに近いものなんですね。でそこまで今、増えてきていると。でそこまでじゃあ一体どこで一体歯止めをかけるのかというのをですね、今一度このタイミングで考える必要があるのではないかということであります。最後のコマに移ります。考えることができる社会と書きました。デジタル社会はですね、分かりやすさと効率性というのがある大文句です。それは非常に大事なことでもあります。しかし一方でそれを追求してしまうとですね、今まさに SNS 等で問題になっているような問題、中傷、誹謗中傷などが起きるということが我々、経験則で分かっていることであります。すなわち分かりやすさの穴を埋めるためには少し法制度、法構造にこぼを作る、引っかかりを作る、あるいは効率性の穴を埋めるためにはですね、少し法構造、法制度に余裕を持たせるということをしなくてはいけない。にもかかわらず現在の考えられている 法制度、法構造はですね、そうなっていないというのが非常な危惧点でありまして、改めて皆さん方にですね、慎重な審議をお願いしたいと思いまして、意見陳述を終わらせていただきます。以上です。ありがとうございました。以上で各参考人からのご意見の回陳は終わりました。これより参考人に対する質疑に入ります。質疑の申し出がありますので順次これを許します。中山紀弘。